富士山を目指して走っていきたいと思います。ここから30分くらいですかね。ちょっと峠道を越えて、山中湖を先に富士山が見えるという、そういうシチュエーションの場所に向かいます。今日天気が悪いので、実際富士山が見える確率は残念ながら 10% ぐらいしかないと思います。まあただせっかく来たんですので、ね、行ってみたいと思います。その分綺麗な紅葉を堪能しながら走っていきたいと思います。まあそういうのもたまにはいいんじゃないですかね。
界気温は14度です。あ、紅葉がとても綺麗です。もう少し行くとですね、道がもうなんていうんですかね、うねるような峠道になります。まあ、その峠を越えると、トンネルが出てきまして、そのトンネルを越えると一気にこう山中湖の湖畔ですね、まあ、学生たちが夏に合宿を行うような避暑地、そういう、地域に決まってます。11月に入ったんで、まあ、スタッドレスタイヤをいつ出すかなって今考えてるんですけど、まあ、今年は暖冬みたいですしね、正直自力でもう交換するのが、実は私四十肩で左の肩が上がらないんです。その状態でタイヤを組み替えるのが非常にこう辛い思いをこの春にしました。もうスタッドレスからノーマルに戻すときに自力でやったんですけど、その時はもうすでに四十肩になってまして、五十肩でしょうか、非常に痛い思いをしてですね、交換した記憶があります。なので今回どうするか少し考えてます。湯沢の関越トンネルの先の雪道からですね、お前運転してみろと言われました。
ってしまうかもしれないので、やっぱそれなりの見晴らしの見通しのいい場所でいるだろうと思います。さっきの白い車がいないということは、あの車も抜いたんでしょうね。国道413ですね。
紅葉してます。画面には映ってないんですけど、私横を見たらですね、かなり紅葉してるんですけど、花がだいぶ落ちてますね。少し遅かったかな。昔ですね、この山中湖というのは寒い季節になると湖面が凍るんですよ。でその湖面にですね、何を考えたか軽トラックがですね、度胸試しかなんだかわからないですけど、湖面に、ね、氷の上にですね、その車を進めたんですよ。で確かにですね、氷の厚さはかなり厚くてですね、普通のこう私たち人間もですね、上に乗ってもびくともしないような厚さで、それで、その車もですね、出てしまったと思うんですけど、私たちの目の前でですね、なんとタイヤがですね、氷が割れてですね、タイヤが落ちたんですよ。もう青ざめましたね。さすがにですね、湖に車が落ちてしまったらもう車もダメになっちゃうと思います。釣りしてますね。何を釣ってるんでしょうか。マスかブラックバスなんでしょうか。私も釣りが趣味でここ久しくしてませんね。私の場合はもう渓流釣りか海釣りなんですけど、どっちかというと最後の方の海釣りがメインになってましたね。Thank you.